シュラマル。ジュエリーちゃん、栗食べない？栗。今日実家に行ってきたんだけどさ、めっちゃもらったんだわ。あら、やった。食べるわよ、食べるわよ。あたし栗大好き。栗ご飯最高よね。今は家？店？これから店に行くところよ。じゃあ店の方に持っていくよ。他にも野菜に漬物、ジャムに味噌、いろいろあるよ。でもいいの？せっかくもらったのに。お母様だってみずきちゃんのために作ってくれたんでしょ？うちの分はうちの分でちゃんとあるよ。ジュエリーちゃんに持っていけって言われた分だから気にしないで。お母様、私みずきちゃんも好きだけど、みずきちゃんのご両親も大好き。うちの両親もジュエリーちゃんのことめっちゃ気に入ってるからね。また今度、田舎だけどよかったらみんなで遊びに来てくれってさ。ああ、嬉しいわ。実家か、実家ね。そういえば、ジュエリーちゃん最近実家帰ってる？それがね、まあ店も忙しいし、数年行ってないというか。え？そうなの？何言ってんの？旅行に行く時間はあるじゃん。嫌じゃないなら行った方がいいよ。あ、おせっかいごめんね。なーに、みずきちゃんの気持ちはわかるわ。ありがとね。はーい、あたしの名前はジュエリー、オカマバーのママよ。うちの店はね、チミ毛量からハイパー美人までいろいろなオカマが揃ってるの。あなたもうちの店に来たらきっとバカウケすること間違いなしよ。ところでね、実家ってあのね、まあほら、あたしにも実家があるのよ。千葉のね、海が見える町よ。まあ漁師でもなんでもない普通のサラリーマン家庭だったんだけど、平凡だからこそあたしみたいなのがいていいのかしらんって思うわけよ。普段はお客様の悩みを聞いて、大丈夫気にするんじゃないって励ますくせにね、自分のことになるとこんなに臆病になっちゃうんだから笑っちゃうわ。でもそろそろ報告もしたいし、一度会いに行こうかしらなんてことを考えていたら、ママ友から連絡が来たのよ。ねえ、ジュエリーちゃん実家って千葉なんだよね。あら、美恵子、そんな話誰から聞いたの？うちの常連さんよ。ジュエリーちゃんの店にも通ってるらしいの。私がディズニーランド旅行に行くって言ったらさ、そういえばねっていろいろ教えてくれたのよ。あら、おしゃべりね。ディズニーランドの近くに実家があるってことは、もうそれホテルだよね。泊めてもらうから手配しておいて。ご飯とかお布団とか。あんたふざけんじゃないわよ。え？ジュエリーちゃん怖いのよ。こっちはシングルマザーなのよ。たまの旅行なんだから協力してよ。何ずうずうしいこと言ってんの？まったく、年を取ると嫌よね。ずうずうしいったりありゃしないわ。はあ？テーマパークの近くに実家があるとか、もうそういうことじゃんよ。あのね、ジュエリーちゃんはわからないかもしれないけど、女の世界ではそうなの。察するのが女の世界なんだよ。あー、やだ、あんたその上から目線のねちっこい言い方、おばば丸出しって感じ。なんですって、このおかまのくせに。あんただってババアじゃないのさ、ババアのくせに。キー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 。実家のことを考えていたらこんな話になるなんてね。美恵子は近くで小料理屋をやってる店のママよ。まあこんな言い争いはずっと昔からなんだかんだ長い付き合いだわね。これもママ友ってやつね。ずうずうしい性格なんだけど、そこが受けてて今も店は繁盛してるわ。でも繁盛してるんだからホテル代くらい自分で払いなさいよ。ああ、もうずうずうしい女ね。ああ、実家か。そうね。数日考えたけど、ずーっともやもやしててダメね。ダーリンにも心配かけちゃったわ。さて、お店のお通しでも仕込もうかしらね。あれ？メイコからの LINE？ 今、ジュエリーちゃんの実家に来てまーす。はあ？すごいね。しっかりした一戸建てのお家じゃん。ジュエリーちゃんの友達だって言ったらめっちゃ喜んでくれたよ。ちょっとあんた何やってんのよ。てかうちの親もなんでそんな怪しい女入れるのよ。だっ
っていっぱい写真持って行ったもん。新年会でしょ、忘年会、ママ会に、ママ旅行に、なんだかんだ私たち付き合い長いじゃん。だからって、だからってなんで実家に行くのよ。私の田舎だったらこういうの当たり前だよ。みんな協力して当たり前なんだからさ。悔しかったらジュエリーちゃんも来れば。はあ？じゃあ私これからお刺身食べさせてもらうから、じゃあね。数時間後。ジュエリーちゃんごめんね。本当に私が悪かった。ジュエリーちゃんが実家に帰りたいの知ってて、ちょっとした意地悪だったの。最近ジュエリーちゃんの店いつも混んでるのに、私の店少し客減っててさ、本当にごめん、ごめんね。はあ？話が全く読めないんだけど。うちの母親から LINE が来たわ。お友達が遊びに来てくれたわってすごく嬉しそうに。私、意地悪な気持ちで実家に来たんだけど、なんで？なんでこんなに優しくしてくれるの？ありえないでしょ。普通さ、行く前に連絡したりするでしょ。その通りよ。わかってるじゃないの。まったくもう。ただ優しいんじゃないんだよ。私がジュエリーちゃんの友達だからだよ。だから、嬉しくて嬉しくてたまらないんだよ。もうやめてちょうだい。このバカオカマ。なんで実家に帰らないのさ。だって。ジュエリーちゃんの話するたび、二人とも手叩いて喜んでるよ。自慢の娘だって。おい、聞いてんの？お父ちゃん、お母ちゃん。あんた本当にバカ。私は店を他の子たちに任せて走ったわ。家に帰ったら、私のダーリンタコサクちゃんがお掃除していてね、事情を説明したらすぐに車を出してくれたの。二人でそのまま実家へ向かったわ。もう数年行ってないのだけど、お釜になってからも何度も行ってるわよ。この姿のことも全て知ってるわ。でもね、なんだか年々申し訳なくて苦しくなっちゃって、孫を見せてあげられないことが辛くて、それで実家に行けなくなったの。本当は会いたかったわ。私が女になりたいって言った時、抱きしめてくれたお母ちゃん、次の日口紅を買って帰ってきてくれたお父ちゃん、愛情たっぷりの両親に会いたいわ。今行くから。翌日。あたたたたたた、頭痛いわ。二日酔いのディズニーランドはやばいわね。たっぷりお土産買ってジュエリーちゃんの実家に帰るからね。もう好きにしてちょうだいよ。あれ、もう怒らないの？あんたみたいなずうずうしい嫌な女のおかげで実家に戻る勇気が出たんだから。人生って綺麗事だけじゃないのよね。ずうずうしい嫌な女って何よ、バカオカマ。なんですって？そういえば、私はもう昨日すぐ酔いつぶれちゃったんだけど、どうだったの？いや、しかしジュエリーちゃんの彼氏さん、お父さんにめっちゃ似てない？二人でずっとペコペコしてて、そういう人形みたいだったよ。うるさいわね。とにかく孫を抱かせてあげられないから、申し訳ないって気持ちを伝えたわ。そしたら、そりゃ孫がいたら嬉しいし可愛いと思う。でも現実にいない孫よりも娘の方が可愛いって言ってくれたの。これがキュンってやつなのかしら。いや、それは違うでしょ。オカマの感性はわかんないわ。彼氏のことは？え？婿？やったーって大喜びしてたわ。ウケる。ジュエリーちゃんが気にしてただけじゃん。本当よ。まったくバカよね、私ったら。うちの親ってね、お菓子食べないのよ。え？でも菓子本にこぼれそうなくらい乗せて出してくれたよ。ハッピーシュラせんべい、あのやみつきなパウダーが美味しいんだよね。私が一番好きなお菓子よ。冷蔵庫の中も果物いっぱい。私が果物好きだから。はあ、羨ましいな。でしょ？うっさ。ふん。数日後。へえ、そういうことだったんだね。ジュエリーちゃんがめちゃくちゃ荷物持ってうちに来たからびっくりしたよ。ま、実家土産ってたからね。あとね、タゴサクちゃんと二人でフォトウェディングっていうの？写真だけでも撮ってきたらって勧められてね。ダメ。え？みずきちゃん？それじゃあ私たちお祝いできないじゃん。みんなでさ、
レストランウェディングとかはどうかな。ほら、うちは庭広いし、うちの庭使ってみんなでお祝いするのもいいし。でも迷惑じゃん。うっさい。いいからさ、ウェディングドレス姿見せてあげたらどうなの。ジュエリーちゃんのご両親喜ぶんじゃないかな。みずきちゃん、私今猛烈に躊躇したいわ。いや無理、ほんと無理。彼氏の山口さんにやりなよ。あのね、みずきちゃん、でもその、あ、誠のこと。大丈夫だよ、誠はもう山口さんのこと吹っ切れてるから。そうなの。妹の誠とジュエリーちゃんが同じ人を好きになるとはと思ってたけどさ、誠の気持ちはどうも憧れに近いものだったみたい。それにね、なんか最近転職してきた男性にアプローチされてるみたいよ。誠ちゃん、だから大丈夫、安心して花嫁さんになんなよ。私幸せになるわ。結局さすがに寒いからね、レストランでウェディングドレスを着たわ。お釜になったばかりの頃はこんな未来が来るなんて思ってもなかったんよ。でも私は今とっても幸せだわ。私を理解してくれる友達や付き合いの長い仕事仲間、大切な両親、そして大好きな人がそばにいるんだもの。こんなに幸せなことはないわ。人生何が起こるかわからないんだもの。いつでも幸せになる準備はしておかないといけないわね。はい、あなたにも幸せのお裾分けよ。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。